合衆国の政治家。ジョージ・ W ・ブッシュの補佐官として、国内政策を担当し、2005年1月20日から2009年1月20日まで、ジョージ・ W ・ブッシュ政権に2期目で8代目アメリカ、合衆国教育長官を務めた。2001年の教育改革法の起草者の一人で、あり、初等、中等教育の改革案を提起した。2005年には、 高等教育の将来に関する委員会を招集し、高等教育改善に関する行動計画を策定した。1957年11月30日、マーガレット・スペリングスは、ミシガン州において、マーガレット・ドゥダルとして誕生した。父親は、ジョン・ドゥダル、母親は、ペグ・ドゥダルであった。マーガレットは小学校3年生の時に家族と共に、 テキサス州ヒューストンに移り住み、1975年にシャープスタウン高校を卒業した。マーガレットは2001年にロバート・スペリングスと結婚した。ロバートはワシントン DC の弁護士であり、テキサス州でスクールバウチャー制度を導入するためのロビー活動を行った。母校ヒューストン大学から名誉博士号を送られ、会見に応じる。 スペリングス・マーガレット・スペリングスは1979年にヒューストン大学を卒業し政治学の学士号を取得した。スペリングスはテキサス州知事ウィリアム・クレメンツのもとで教育改革委員会の委員として働いた。加えて、スペリングスはテキサス州教育委員会連合で副事務局長を務めた。1994年にジョージ・ W ブッシュが テキサス州知事に立候補すると、スペリングスは、ジョージ・ W ・ブッシュの政治顧問となった。ジョージ・ W ・ブッシュが、州知事に当選すると、スペリングスは、ジョージ・ W ・ブッシュ州知事の上級顧問として、起用された。スペリングスは、ジョージ・ W ・ブッシュ州知事の下で、1995年から2000年まで、上級顧問を務めた。2001年、ジョージ・ W ・ブッシュが、 アメリカ合衆国大統領に選出されると、スペリングスは、ジョージ・ W ・ブッシュ大統領の下で、国内政策担当補佐官として起用された。教育長官としての就任先生を行う、スペリングス2004年11月に、ロッド・ページ教育長官が辞任を表明すると、ジョージ・ W ・ブッシュ大統領は公認にスペリングスを指名した。スペリングスは、教師や、 学校管理者としての経験を有していなかったために、異例の人事であったが、上院は2005年1月20日にスペリングスを承認した。スペリングスは、ジョージ・ W ・ブッシュ政権第2期の開始と同時に着任し、1月31日に就任先生を行った。スペリングスは、女性として、史上2人目の教育長官となった。 教育長官としての承認と就任先生を間近に控えた2005年1月26日、スペリングスは公共放送サービス会長に抗議文を送付した。スペリングスは公共放送サービスの系列局が子供向け番組バスターからの頼りにおいてレズビアンのカップルを取り上げたことを問題視した。対象となった放送はウサギの主人公バスターが バーモント州の農場にメープルシュガー作りを見学しに行くという内容で主人公バスターと仲良くなった農場の女の子がお母さんが二人いると紹介したことが問題となった2005年2月1日スペリングスは会見において番組で放送されたような家庭像を幼い子供に見せることを 多くの親は心よく思わないだろうと批判し、連邦政府から援助を受けている公共放送が子供向け番組で同性愛問題を扱うことはふさわしくないと述べた。自らが同性愛者であることを公表している民主党のバーニー・フランク連邦会議員はスペリングスの講義についてはずべき発言と批判した。公共放送サービスはこの放送会を 全国の系列局に提供しない方針を示した。だが、ボストンやニューヨークなどの一部の系列局は自主判断で放送に踏み切った。スペリングスは公共放送サービスを通じて番組に支給していた教育省の補助金を打ち切り、番組は約1年間の中断に追い込まれた。フィラデルフィアで開催された教育改革法サミットにおいて、 スピーチを行うスペリングス教育長官2005年4月、スペリングスは公共放送サービスのニュース番組、ジム・レイラー・ニュース・アワーにおいて、コネチカット州の学力格差を指摘した。スペリングスは教育改革法に反対する、コネチカット州民の態度を批判し、低レベルの学力しか期待していない、軟弱な偏見と言及した。コネチカット州はこの問題について、 連邦政府が学力試験にかかる費用を州に負担させていたことに起因するものであると反論した。コネチカット州は学力試験の費用負担要請を資金調達命令であると解釈し、そのような命令は法律により明確に禁止されていると述べた。2002年から施行された教育改革法は5年間の次元立法であり、 有効期限は2007年9月30日までであった。スペリングスは学生の修熟度は以前としてこの法律が規定した基準を下回っていると述べた。スペリングスは2006年から教育改革法の再承認を求め2014年までにすべての学生を修熟水準に到達させることを目標に掲げた。2007年1月、スペリングスは アメリカ合衆国商工会議所でのスピーチにおいて、この法律が施行される以前、しばしば飛び級をする子供がいたことはご存知の通りでしょう。ですがその子供たちは、本当に読み書きソロ版を学んだのでしょうか。それを知っている人はいないでしょう。と発言した。そして、スペリングスは続けて、私たちは数十億ドルを投資し、 最高の結果を待望しました。ですが責任能力の欠如が貧しいマイノリティの学生に大きな学力格差を与える結果となってしまいました。私は全米各地を訪問しましたが2014年まで現在の学力水準の下で子供たちを学ばせたいと思っている親に会ったことがありません。私は今ここにいる全ての親が私の考えに同意してくれると 確信しています。と述べた。スペリングスは、法律が定める学力達成目標を緩める意向はないことを示した。またスペリングスは、州政府が実施する学力評価試験及びその説明責任の規定について、基本原則を緩めるという意向はないことも示した。高等教育の将来に関する委員会の立ち上げを発表する。 スペリングス教育長官2005年9月、スペリングスは教育長官の直属委員会として、高等教育の将来に関する委員会を立ち上げると発表した。この委員会は、スペリングス委員会とも呼ばれ、高等教育の改善に関する行動計画を策定する機関として組織された。委員会は、中等教育以降の教育方針を、 国家戦略として策定することを試み、大学機関に対しては学生に就労準備の機会を提供するよう勧奨した。スペリングスは委員会の任務について国内経済や社会の需要に合致した高等教育をより包括的に考えていくことが目的であると述べた。委員会は2006年9月19日に結果、報告書エテストオブリーダーシップ チャーティング・ザ・フューチャー・オブ・ユーエス・ハイヤー・エデュケーションを発表し、高等教育の重要性といくつかの提言を行った。スペリングスはこの報告を受けて9月26日にアメリカの教育政策に関する将来の行動計画を発表した。スペリングスは教育改革法のシステムを高等学校に拡大すること、低所得者に配慮した。 財政援助のための新たな予算措置を行うこと、既存の高等教育に関する情報システムを州と連携して活用すること、などを直近の課題として挙げた。スペリングスは加えて、アメリカの高等教育機関や教育課程は、世界的にも高い水準であることを目指し続けていかなければならないとも述べた。2007年5月4日、ニューヨーク州検事総長、 アンドリュー・クオモは教育省に対して学生ローンの監視業務について任務を怠っていると指摘し腐敗と利害対立を広がらせていると批判した。クオモ検事総長はまた学生ローンを監督する教育省職員がローン会社との間で贈収賄行為を行った可能性についても証言した。5月10日、スペリングスは会員教育労働委員会において 学生ローン制度は崩壊していると厳しい認識を示し、大学などに対する監査の強化を表明した。ありがとうございます。